はい、トリシティの大将です。やっとですね、カメラが手に入りました。早速撮影をしてまいりました。撮影をした日は1月の7日金曜日でございます。バイトがおりまして、終わった後、今カメラの点検、よし、 OK、なんとも派手な不細工な格好してまんなこのカメラをですね、見てください。 お分かりになりますか。ここが、撮影部分、レンズ部分ですね。本体と分かれるようになっております。これが欲しかった。どうしてかと言いますとですね、私のトリシティは屋根付きでございます。ですから今まで、その屋根の前にですね、カメラを添えてつけるのがね、大変難しかったんですね。だから皆さんのようにね、バイクでのね、このようなね、澄んだ映像、何もない映像が撮れませんでした。どうしてもアクリルより後ろね、例えばヘルメットにつけてもね、もう20ぐらいのガラス張りみたいな形になりますんで、ガラスやったらまだ綺麗ですから、アクリル板ですからね、反射とかいろいろあってですね、見にくいちょっと映像でございました。どうしてもですね、アクリル板の前につけたかったんですね。でもね、今までの何年か前にね、安い中国産のね、アクションカメラをね、無理やりつけてたこともあるんですけども、それはね、もう問題にならないほど画質が悪くございました。とても出せるもんやなかった。で、やっぱりね、アクションカメラでも、5万円以上ぐらいの、GoPro クラスにならないとなかなか見るには耐えませんでした。でもそうしますと、私の場合はですね、それを貼り付けるということになりますとですね、もういろんなね、支障がございますでしょ。まあ単純に風で飛んでいく、はい、単純に雨に濡れてめちゃくちゃになっちゃうとかね、なんとかいいものがないかなと探しておりましたら、このカメラ、見始め見た時びっくりしましたね。なんとね、レンズ部分と本体が分離すると、そしてケーブルでつながれているとね。えなんかもう、あなたのために作りましたみたいなね、カメラでございます。ほんでね、初めはね、だいたい何人ぐらいいらっしゃるんですかね、ただでもらえる人たちねYouTuber で、それも専門的にやってらっしゃるようなってね、ただでもらえる人たちがいてるでしょ。あの人たち何人ぐらいいてるのかな。僕も ね一斉にだからね、上げてらっしゃいました。ちょっと行く途中で、ガソリンを入れます。本日はですね、そのコースといたしまして、またね、大日のイオンモールに行くコースをたどっております。というのは、これ綺麗な道が多いんでね、今からですね、長良橋を渡るところです。これ綺麗ですよ。チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。空も綺麗でしょ。んでね、なかなかね、よく撮れてるんですよ。画質もいいしね、広いしね、ちょっと広すぎるという部分もございますけども、見てください、綺麗。もう自分で言うのもなんですけども、カメラがいいからですからね。こんなもんにカメラワークもね、あるもありませんからね。カメラがいいからなんですよ。もう大変満足しております。すごいスムーズでしょ。スーパーマンが飛んでるようなね。スーパーマンにしては低すぎるから、パーマンぐらいかな。が飛んでるような映像でございます。素晴らしい。ね、長良橋綺麗でしょ。青空とのコントラストでございます。それでですね、さっきの続きですけども、でこのカメラすぐ見つけましてね、買いたいと思いましてね、なんとしても買うぞと思いましてね、いろいろ
探ったんですけども、そうしますとですね、今時の流行りの手法ですね、クラウドハウディング、なんとかハウディングとあれの、意味がわからない申し込む手段がわからない。で、ただでね、宣伝してらっしゃる YouTuber の皆さんはね、みんないいって言ってね、いろいろ見せてくれはるんですよ。はい。全部見ました。でね、あれってね、やっぱりね、それは仕方ないことや理解してますけどもね、悪いこと言わないでしょ。でもね、話半分に聞いてもね、今度のはいいんちゃうかなーって、欲しいなーと思いましたね。で、もう待ちに待ちました。何ヶ月ぐらい待ちましたかね。3ヶ月か4ヶ月。もうしょっちゅうアマゾンのね、ジンバルカメラってね、項目、もう、売っときましてね。毎日のように開けて、出てないな、出てないな、というの。で、正月の前にやっと出てました。やっぱり正月先生に合わせてですね、もうすぐに申し込みまして、この正月の明けに、届きまして、昨日がテストがてら撮影をしております。これがね、あのように、バイクの前の部分に、これは左前ですけど、左前に見えないでしょう、真ん中に見えるでしょう、どうですか。はい。でね、これね、映像だけご覧いただいたらね、当然ね、カーブなんかでね、行く方向行く方でね、バイクを傾けるわけですね。そしたらね、画像も傾くわけですよ。で、またまっすぐになりますと、その傾いたやつが戻るという仕草がですね、今までのやつはね、かなりきつかったんですけどね、このカメラね、めちゃくちゃね、スムーズというかね、自然というか、ゆっくりというかね、お前カメラワーク身につけてるなというようなね、自然な戻り方をするんですよ。ちょっとびっくりしました。いいなぁと思いましたね。このカメラはなかなか使えるぞと。なんか小さいカメラ本体の映像ではね、それほど分からなかったんですけどもね、明るい。後でこうやって、モニターに映してみますと、かなり明るく撮れるカメラ。で、色合いもね、ちょっと、澄んでいるというかね、はい。コテコテしてないと言いますかね。爽やかと言いますかね。いいこと言うと。の医療愛でございます。これはね、なかなかのいいのを手に入れたなと、もうものすごい喜んでね、昨日もう20回ぐらい見ました。はい。これでちょっと撮影をしまくろうと。で、これまた行きしなに行ったね、このね、ステーキハウス、ここ美味しかったですね。ちょっとなんか月が出てきたんではと思っている今日この頃でございます。ではまた。